園芸ラボです。ではこのフイツム今ホームセンターで売ってます。例えばこれは9センチ鉢に498円で売られていたこのフイツムです。これを植え替えてみたいと思います。2株植えてるんで混ざらないようにこう押して引き抜いてみます。はい、こんな感じです。で、品種が混ざらないように品種ごとに分けます。するとこういうことですね。そしてこちらの方の品種を植えてみたいと思います。こちらは五色沼、2018年の11月24日にこの葉っぱが2枚あるやつを500円で買ったものです。これが今 1,2,3,4,5,6,1,8,9 だいたい10トンになってます。ある程度ほぐしてこのように古皮を取っていきます。この際に茎が折れやすいので注意してください。このように剥がしていきます。そうすると新葉が覗いてきます。皮が取れていきます。4年ぐらい植え替えてない感じですね。この皮、この茎が古茎です。この状態になっているとだんだん老化してくるので来年ぐらいは挿し木が必要になってきます。はい、皮がどんどん剥けてきますね。この皮の間に水が溜まって腐りやすいのでなるべく取れるところ、無理してはいけないんですが皮を取ってください。はい、こんな感じになりました。鉢はこのような素焼き鉢に鉢底網を引いていきます。用土は赤玉土、鹿沼土、ピートモスの混合土です。で、このフイツムは根が浅いので肥料を施すところもやや高め、 上に近く環境性肥料のマグアンプ系を 3g ぐらい施します。成長が遅いのでたくさん肥料はいりません。そしてこうしてこれを引きます。茎が倒れない、ある程度倒れない浅植えということになります。はい、こんな感じです。地際の風通しを良くするために化粧砂を引いてここを涼しくします。ここの地際の部分を涼しくする感じで砂を引いて株が倒れないようにします。そしてラベルを忘れずに立てて出来上がりです。これからの管理です。水はしばらく3日間か4日間水をやらずにしばらく経って腐る様子がなかったら水をやっていきます。日当たりのいいところ、雨の当たらないところに置いて花を咲くのを待ちましょう。冬場は霜に当たると溶けてしまったり凍らせると枯れてしまうので室内で栽培することになりますが、またその管理については動画で説明したいと思います。園芸ラボでした。